はい、ひょうたんライト作家の岡本俊之です。市内に在住してます小山西です。それで一応私がひょうたんライト作家になって本格的にやりだしたのは一体5、6年ですね。その前から趣味で、絵を描いたり字を描いたりするのが好きだったんでやってたんですけども、ひょうたんというものに魅せられて、当然現役時代は本業がありますので、本業の合間にやってたわけなんです。で現役を退いて、つまりリタイアして、年を取ってから一体俺はどうやって生きていこうか、何をやればいいかっていうことをやはりどなたも考えると思いますけど、私もいろいろ考えた結果、ひょうたんっていうものをひょうたんライトを本格的にやろうということで2017年ですか、完全にこの道に入りました。きっかけですか、今話した通りに老後をどうやって過ごそうかなと思っていろいろ試行錯誤した結果、力もいらないし、それとボケ防止ですか、よく言う、そのために指先を動かしたり、頭の回転をさせたらボケることはないかなと思って、ただそんな単純なことなんです。自分のこれ作品ですけども、ひょうたんっていうものはここに書いてある通りに大抵以前はどちらの納屋とかなんかにほこりかぶって寝てるのが結構あります。それを生かそうかなと思って、そのひょうたんに穴を開けるきっかけを作ったわけなんです。そう大それたテーマというのはないんですけども、タイトル通りに癒しの明かりっていうことで、やはり今の世の中いろいろありますよね。でもこういう明かりを見てるとなんか心が癒されるんじゃないかなと思って、それをテーマにして、やはりひょうたん自体が温かいものなんで、その中に光が入ってる、なんか癒されるかなと思って、一応テーマはそれでやっております。でうちの同好会の会員が皆さんもやっぱりいろいろと作ってもらって、見る人はやはりじっと見てるとなんか心が和むっていうんですよね、ひょうたんっていうのはね。だからそれを受け取ってもらえたら幸せだなと思っております。ではひょうたんライトというのは非常に簡単なもので、大それた道具とか何にもいりません。必要なのはひょうたんと、いいですね、開けます、鉛筆と千枚通し、いいから消しゴム、これだけあればひょうたんライトが簡単にできます。まずひょうたんの表面に鉛筆で何でもいいですけども、例えば唐草模様でしたらこうやって描きますよね。あら、間違えたと思ったらこれで消せばいいです。これで何度でも消してください。で、こうしたりしてね、まず下絵を描きます。この下絵はもう例えば丸でも三角でも四角でもキャラクターでもイニシャルでもいいです。それを描いてください。
そしたらもう書いたらもうあとは簡単です。これです。ただひたすらにこう穴を開けてですね、これでこうやって、これの繰り返しです。こうですね。ひょうたんの場合は竹と違って繊維質が複雑になっています。こういうふうに。ですから穴を開けたらピーンと割れるっていうことはありません。ですから穴を開けるでした、だけでしたら小学生の方からだいたいお年寄りの方まで90までできます。幅広くできます。楽しみます。こう穴を開けますね、ずっとね。最終的に全部たくさん開けたら完成で、あとはこれ、このライトをここからこう入れるだけです。今のは明るいですけどこんな感じになります。これがひょうたんライトの完成ですね。ぜひ皆さんも楽しんでください。